どうも、ムカでございます。さあ、続きやっていきましょう。なんかね、声が小さいように感じたんですけど、女の子たちの声が小さいように聞こえたんだけど、オプションやったらね、ないんですよ。そういう、音声、BGM は変えられるんですね。まあ、ボリュームちょっと一つ下げましたけど。で、それで動画そのものの音を上げる方向性で。もう一つ下げるか。これぐらいでいいや。あ、いや、7。で、それで、あとはいろいろ特に変えませんという感じで。じゃあ早速やっていきましょう。寄り道です。もうこうやっていろいろ、あ、知ってるやつ誰もいない。ダメか、外れた。まあまあ、しゃあない、しゃあない、しゃあない。なんとか。あれ?夏。ちょっと美咲ちゃんレポート見ますか。さあ、どうだ。今回はかなりいいんじゃないか?あやねちゃんと、ちょっといいか?何?おい、聞かせてくれや。どれ?さあ、お!新しい女の子。おー、進んだ。いいね。あ、でもそんな、成長率良くないな。これからか。頑張っていきたいな、もうちょっと。じゃあ行きましょう。寝ます。行きましょう、つって、寝ますが。なんか優しい気持ちになるね、この音楽聞くと。まあいい、それもいいんだろうけど。皆さんはどうです?曇り。あ、今日も曇りか。気持ちも曇っちゃうからね。まあ、雨よりかマシか。行きましょう。雨はほんと嫌いなんですよ、俺。洗濯物はもう部屋干しですげえジメジメして気分悪いし。ねえ。あるあるだと思う。お!ん、何か落ちてるぞ。なんだろう。刺繍。ああ、マジか。刺繍だ。落とし物かな?大丈夫かな?あ。おお、また、なのか。その本。はい。この本、君の?ここに落ちてたんだけど。すみません。私のです。ああ、そう、見つかってよかったね、なら。じゃあ、はい。どうぞ。一応名前教えてくれる?間違えたこともあるかもしれないし。ああ。本田智子ちゃん。なるほど。僕は C 組のうかいとしろ。あざといな、俺。うん。こうやって、さりげなーく名前を聞くことができるって。本田智子か。いいね。なかなかこれ期待できるんじゃない。これで多分、5人の女子全員出たのかな?うん。それはそれで。じゃあさ、休み時間は、じゃあ今度は、花壇行ってみるか。お花が好きって言ってたもんね。で、それで、昼休みは、じゃあ、校舎裏行ってみたいな。あ、でも食堂。あ、いろいろあるな。屋上行っては屋上。で、それで放課後は、放課後音楽室だ。やっぱ音楽室だね。で、最後は学校、あ、学校のことも誰もいねえんだよ。あ、間違った。で、音楽室の、じゃあ、もう一回河原行きましょう。どうも寄り道はちょっと、あんまないな。学校も残ったって、だって誰もいないんでしょ?ほとんど。だったら確率低いもんな。行きましょう。まずは、花壇。どうだ?お?おー、のぞみちゃん、のぞみ。あら、どうしたの?あらあら、どうしたの?ちょっといいか?どうだ?暇だし、別にいいけど。お!ありがとう。どうだ?あ、そう。のぞみ話をした。あ、特に仲良くって感じじゃないんだね。なんかそっけないな。まあまあ、しゃあない。そういうもんだろうと思ったさ。こっから。頑張って。さあ、時計を進めましょう。授業中休み。おー、いいね。昼休みに入りました。さあ、屋上へ遊びに行きたいと思います。屋上誰かいるかな?お。おー!天野さんね。どうしたのつって。ちょっといい天然子。今、急ぐんだよね。まあまあ、最初はね。うん。もう、俺は慣れたよ。そうやって、振られること。うん。それで、ポツンと残される俺の姿、多分皆さんの今はね、脳裏に浮かんでると思いますよ。俺どんな顔してるそんな顔、その、あなたの頭の中で。今見てるあなた。とんでもない顔してると思うよ。うん。まあ、ご想像にお任せしますが。あれ?このスケッチブック。あ、スケッチブックってことは?これは、のぞみのだよね。いや、のぞみ、持ってってやるか。あ、中にいるのかな?もうだね、いるね。のぞみ!ん?何?ほら、これ、落とし物だよって。私のスケッチブック!なんで?なんで怒るの?落ちてたぞって。中見た?見てない。見たんでしょ?見てないっすよ!見てないよ!なんで?そんなに大事なもんなら落としたりするなよ。とにかく俺は中見てないからな。じゃあな。まさか。
なんでまさか俺の、なんだ、俺の似顔絵でも描いてくれたの？それともなんか、ちょっと、いいね。だったら嬉しいよ、俺。というわけでイラスト募集しております。嘘。嘘ではないけど、そういう流れにするつもりはなかった。お、下駄箱。おお、のぞみちゃん、今帰りか？そうだけど、何？うん。一緒に帰ろうぜ。変な噂になったら困るでしょ。あー、やっぱ、別々に帰ろう。さっきのやらかし、じゃあね、前回、一緒に帰った時に俺やらかしたから、それでなんか評価下がっちゃったんだな、きっと。じゃあしゃねえや。お、でも、肛門、まだある、可能性は。お？あらら、弥生ちゃん、今帰りかい？はい。はい、そう。はん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 。一緒に帰らない？よかったら。どうだ？いや、かわいそうで、もうしゃあない。それ、いきなり先輩に一緒に帰ろうって言われて、それそうね。親しくもない先輩にいきなり言われてもってありますもんね。で、おお、アーマンさん今帰り？そうだけど。うん、一緒に帰らない？一緒に帰らない？ストレート。ストレートに言うね。気が乗らないな、だって。しょぼーんっていう感じで、俺。まあまあ、しゃないしゃないしゃない。じゃあ、寄り道していきましょう。寄り道は、どこだっけ？ああ、変わる変わる。誰もいないの？まあ、いっか。あやねちゃんに会ってねえな、全然。どうも会えねえ。もう、じゃあ寝て。まあ、いいやいいや。あ、見とかよかったかな？バロメーター。まあ、いっかいっか。まあ、これからこれから。さっ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 さ。頑張ってやっていこうじゃないか。朝です。おい。あ、土曜日。あ、そっかそっか。半日授業だ。オッケーオッケー。半日、だから確率的にはどうなんだろうな。まあ、関係ないか。日曜日なんかそういう女の子、シフトな、なんかこう、なんかこう、休日に会ったらそれはそれでいいよね。まいったな、これじゃ遅刻だ。お、まさか。お？おお、あれ？あと2分だよ。お、もっと急がなきゃ。あれれ？うん、はいはい。ええ、あれ？違う子か。はい、仕方ない、走るか。今の女の子誰だろう。頑張れ頑張れ。おお、間に合った。はい、焦っちゃったよ。あ、僕って言っちゃうんだ。なるほどね。全力で走ったのって久しぶりだ。間に合ってよかったね。うん、僕は2年 C 組の鵜飼藤四郎だけど、君は2年 B 組の後藤郁美。後藤郁美ちゃん、よろしくね。はい、よろしくお願いします。はいはいはい。後藤郁美か。いけね。はい、教室に行かないと。なるほどなるほどなるほど。なんかちょっと他のなんだっけ、なんか天然な女の子だ。天野さん？ちょっとなんか、と、少し、なんだろう、ちょっと、なんか、錯誤しかねないけど、まあ大丈夫か。じゃあ、休み時間は、じゃあ、家庭科生っていう家庭的な女の子に会いたい。で、放課後は、どうしようかな。放課後二つあるんだよね。じゃあね、テニスコート行ってなかったらテニスコート行ってみてて、もう一つは、じゃあ音楽室ばっか行っても仕方がないから、放課後屋上行ったらなんか誰かいいんじゃね？で、それで駅前通り行きましょう。これでオッケー。オッケーオッケー、いいじゃんいいじゃん。はい、進めて進めて。休み時間です。そっかそっか。土曜日は半日、お、お？いるんじゃないこれ。おー、いるね。おーっと、本田さん。そうそう、うん、うかです。そうのもの。うかって呼んでもらっていいよ。ちょっといい？ああ、一番そっけない。一番そっけない。まあまあ、しゃあないしゃあない。そういうシャイな女の子なんだよ、きっと。そうに違えねえさ。そう思いたい、俺は。まあまあ。じゃあさあ、進めましょう。さあさあ、進めて進めて。で、次は放課後。午前授業。さあ、テニスコート行ってみよう。さあ、テニスコート誰かいるかな？お、やってるね。あれは？お？テニスコートということは？お！まさかの！お、桂木さん、どうしたのかな、それ。ね、あやねちゃん、まさかの。テニス部の練習を見てたの。ああ、そうなの。へえ、テニス好きなんだ。私ね。うん。中学の時はテニス部だったのよ。あ、そうなの？本当に？指に豆ができちゃうとピアノに差し障るから。ああ。高校では音楽部に入ったんだけど。なるほどね。うん。テニスも良かったかなって思う時があるの。まあね、そういうことあるだろうね。そうなんだ。テニスやらないの？俺テニスやったことないな。いやいや、まあな、やったことない。みちょか、うん。やってみる。うん、そうだね。まあ、実際にはちょっと俺、かじる程度にやったことあります。なんてね。部活行かなきゃ。そうだ、じゃあね。それじゃね。うん。はーい、またね。やらっきー。そっか。
もともとテニスやってたんだね。やっぱテニスできる、テニスやる女の子もやっぱいいよね。なんて話です。さあ、時計を進めましょう。さあ、放課後。午前授業だから放課後は暇だね。屋上へ行きます。誰かいるかな？おっと、当たりの予感。誰だ？あら、天野さん、どうも。天野さん、よく屋上いるね。おい、ちょっといい？え、いいよ。あ、やった！なになに、いいの？うん、早い早い。そうなの？お。あ、なんか食いついてくれた。話をした。いいね。あ、食いつきいいな、この子。食いつきいいっていうのは非常になんか、良くない言い方だけど。なんか、さて、そろそろ帰ろう。帰ろう、帰ろう、帰ろう。さあ、誰かいるか、あ、どうだ？おっと？あらららら、本田さん今帰り？あ、自転車。うん。そうですけど。何かってでよかった一緒に帰らないですか？あの、ごめんなさい。うん。あなたのこと、まあまあまあ、そうね。そうじゃ、またね。うん。まあ、じゃあこれから僕のことをよく知ってってくれたまえよ。なんて偉そうなこと言わせていただきました。ごめんなさい。嘘です。はい、行ってみましょう。で、これで最後、寄り道かな？寄り道していきましょう。さあ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 。お、おっと、誰か。あら、柳沢、どうも。うかいか、なんだ？いや、酔ってわけじゃないよ。暇そうだな。まあな。お、お、とりあえず俺のこと暇そうだなって言って、なんか満足して帰るな。まあいいけど、あ、あれ？ほら、美咲ちゃん、おお。うん、そうだよ、柳沢さん。うん、柳沢くん。なんだと、この野郎。なんだ、お前、ああいうのが好みか？ああ、そうなの？なるほど。へえ、それは知らなかったな。なんだよ、鷹の爪煎じて飲めと。鷹の爪を煎じて飲め？今俺何言ってた、今俺。なんだって？自分でもびっくりした、今言ってることに対して。終わりか。じゃあちょっと最後、みさきちゃんレポート見て終わりましょう。どれどれ。さあさあ、入るぞ。おい、ちょっといいか？何？さあさあ、評判見せてくれたまえ。どれだけ、俺はみんなに好かれてんのか。どうだ？おー、はいはいはい。なあ、まあ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 、いい感じじゃないか。うん。まあ、こんな感じ。まあ、ちょっとな、もうちょっと、ペースアップしていかないといけないかもしれないね。頑張って。オッケー、じゃあ寝ましょう。まあまあ、こんなね。あ、こんな、学生生活、懐かしいもんでございます。懐かしいもんっていうわけ、こういう感じではなかったけどね。はい、というわけで次回もご覧ください。じゃあねん。